島市立東海中学校は、三重県島市阿護町高賀にある、公立の中学校である。通称は、東中。2009年5月現在の生徒数は210人で、島市内では4番目の規模である。2018年4月1日に、島市立安城中学校と統合し、新しい東海中学校となった。生徒の自律的な活動を保障し、生徒が主体となる。 学校づくりを目指している。特に生徒の自主性は文化祭において顕著に見られるという。校則はあまり厳しくない。校長以下職員19名の着任日。学校行動検索ツール。文部科学省。2021年7月11日閲覧。島市島市立小中学校再編基本計画。平成21年11月。AB。 平成29年度公立学校数、入学予定者数及び、入学式、始業式期日報告。三重県教育委員会事務局教育総務課、企画調整班。2018年4月12日閲覧。ABC 島市市長公室編、18ページ1部に、島下手文岡中学校区を含む AB、東海中学校、郷土芸能クラブの活動が始まりました。 島市役所政策推進部品書課。2021年7月11日へ閲覧。ありがとうございます。